皆さん、こんにちは。今回は少しセンシティブなテーマですが、ヤクザとのつながりが噂された女性芸能人を取り上げます。芸能界は華やかな一方で、時に裏社会との関係が取り沙汰されることもあります。暴力団やヤクザとの関係が疑われると、メディアやファンから大きな注目を集め、その影響は計り知れません。噂が真実かどうかにかかわらず、イメージへの影響は大きく、時にはキャリアを左右することもあります。それでは、始めていきましょう。1. 坂井のり子。坂井のり子さんは、日本の歌手、女優として広く知られ、その清純なイメージで多くのファンを魅了しました。しかし、2009年に覚醒剤取締法違反で逮捕された事件をきっかけに、家族背景が注目されました。特に、坂井のり子さんの家族と暴力団とのつながりが大きく報じられ、キャリアにも影響を与えることとなりました。坂井のり子さんの実父である坂井峯樹さん、本名坂井峯樹は、山口組系伊豆組に所属し、その後、坂井組の組長として知られる人物でした。父親は若い頃から暴力的な性格で組織内で頭角を現し、覚醒剤の取引で莫大な利益を上げました。この違法活動が評価され、組長に昇進したと言われています。しかし、覚醒剤取引の問題から最終的に伊豆組から破門され、闇金融業を営んでいたとされています。また、父親は1990年に交通事故で亡くなりましたが、この事故については闇社会の抗争が関与していた可能性があると指摘されています。さらに、坂井のり子さんの弟である吉原武さんも山口組系の暴力団組員として覚醒剤取締法違反などで複数回逮捕されており、家族全体が暴力団と密接な関係にあることが明らかになりました。特に、弟は2013年に強盗容疑で逮捕されるなど、犯罪歴が非常に長いことで知られています。坂井のり子さん自身も2009年に覚醒剤使用で逮捕され、その際に家族の暴力団関係が大きな影響を与えたのではないかとされています。当時、警察が山口組関連組織への取り締まりを強化していたことも、逮捕につながった可能性があります。また、坂井のり子さんの母親も不幸な運命に見舞われており、自殺によって命を絶っています。このような家族の悲劇が、坂井のり子さんの精神的なプレッシャーにつながり、その人生に大きな影響を与えたことは間違いありません。細木数子さんは、日本を代表する占い師として広く知られていますが、成功する前には暴力団との深い関係があったことが報じられています。1938年に東京で生まれ、占いを学ぶ以前には複数の職業に就いており、その中で暴力団との関係を築いたとされています。細木数子さんは、東京を拠点とする暴力団、小金井一家の総長、堀尾正史さんと密接な関係にありました。堀尾正史さんは、細木数子さんにとって、夫同然の存在であり、実質的に彼の姉さんとしての立場を持っていたと言われています。堀尾正史さんは二匹会の幹部でもあり、暴力団世界で非常に影響力のある人物でした。この関係を通じて、細木数子さんは、暴力団との強いつながりを築いていきました。細木数子さんの実子も、暴力団の安藤組大幹部の妻だったとも報告されており、家族を通じても暴力団との関係が深かったと言われています。また、細木数子さんの周囲には、暴力団関係者や元暴力団の人物が多く存在していたとされています。20代の頃、細木数子さんは複数のクラブを経営していましたが、その資金源には疑問が残されています。暴力団との関係がビジネス展開にどのような影響を与えたのかについては明確にはされていませんが、多くの疑念が残っています。特に注目されたのは歌手の島倉千代子さんの借金問題です。この問題に細木数子さんは堀尾正史さんと共に介入し、島倉さんを自身の管理下に置いて活動させたとされています。この出来事は暴力団との関係が芸能界にも及んでいたことを示しています。メディアでは長い間、
細木和子さんと暴力団との関わりはほとんど触れられることはありませんでしたが、2006年に週刊誌で暴露記事が連載されると、細木和子さんは法的措置を取るだけでなく、暴力団最高幹部を通じて記者に圧力をかけたとも言われています。細木和子さんの人生には占い師としての成功の裏に暴力団との複雑な関係が影を落としていたことが見えてきます。3飯島愛。飯島愛さんはかつて AV 女優としてデビューし、その後タレントとして幅広い活動を展開しました。1972年に東京都で生まれ、18歳で AV 業界に進出し、瞬く間に業界を代表する存在となりました。その後、バラエティ番組に出演し、その率直で親しみやすいキャラクターが多くの視聴者に愛されました。特に、トーク番組、サンデージャポンでの活躍が大きな注目を集め、飯島愛さんは一躍、全国的な知名度を持つようになりました。しかし、飯島愛さんの人生は華やかな成功と同時に、複雑な影の部分も存在しました。日本の芸能界においては、かつて暴力団との関わりが噂されることが少なくなく、飯島愛さんもその一人として名が上がることがありました。1990年代の芸能界では、暴力団と芸能人が何らかの形でつながりを持つことがしばしば噂されており、飯島愛さんもその一環として一部で注目されました。飯島愛さん自身、 AV 業界という当時は社会的にあまり受け入れられていない世界からタレントに転身し、芸能界での成功を手にした背景から、時折暴力団との関わりがささやかれることがありました。しかし、公に確認された暴力団との直接的な関わりを示す証拠は存在しておらず、その多くは噂や憶測に過ぎないものでした。一方、飯島愛さんは一時期芸能界からの引退を発表した際に、暴力団とのトラブルが引退の一因であるとの噂が流れました。この噂に基づくと、飯島愛さんはある組織から脅迫を受け、芸能活動を続けることが難しくなったとされていますが、これも公に確認された情報ではありません。実際のところ、飯島愛さんの引退理由は体調不良や芸能界のストレスが主な要因であったとされています。また、飯島愛さんの死後もその背景には多くの憶測が飛び交いました。2008年に自宅で亡くなっているのが発見された際、その死因に関しても不審死や陰謀論が噂されましたが、最終的には病死と結論付けられました。暴力団とのつながりに関しても、その生涯を通じて明確な事実は明らかにされることなく、多くの謎が残されたままです。飯島愛さんの死後、芸能界と暴力団の関係を取り締まる動きが強まり、警察や社会の取り組みにより暴力団との関わりは減少しました。4小泉今日子。小泉今日子さんは日本を代表する女優や歌手として長年にわたり活躍し、多くの人々から愛されています。1966年2月4日に神奈川県で生まれ、80年代にはアイドルとして絶大な人気を誇り、後に女優としても幅広い役柄を演じました。代表作には「怪盗ルビー」や「あなたに会えてよかった」があり、その多彩な才能でエンターテインメント業界に大きな影響を与えてきました。一方で、小泉今日子さんとヤクザや暴力団との関わりについて、信頼できる確かな証拠は存在しないものの、噂や推測が絶えない状況にあります。特に、かつて所属していたバーニングプロダクションの須保郁夫社長との関係をめぐって、一部で疑問が提起されています。須保氏は業界内での影響力が強いとされ、その周囲でささやかれる様々な噂が小泉さんにも波及している可能性があります。このような背景から、小泉今日子さんと暴力団とのつながりが一部で疑われる要因となっているようです。芸能界全体と暴力団との関係は、長年にわたり様々な噂や報道が飛び交っています。一部のプロダクションやタレントが裏社会と接点を持つとされるケースもありますが、信頼できる具体的な証拠はほとんどありません。しかし、このような業界の噂はしばしば誇張され、実態よりも深刻に伝えられることが多いです。小泉今日子さん自身は2018年にバーニングプロダクションから独立し、自身の活動を新たな道へと進めました。
この独立は小泉今日子さんが業界内で自らの立場を見つめ直し、より自由な活動を望んだ結果とされていますが、一部の関係者はこの決断が何らかの圧力や裏事情に関連しているのではないかと疑念を抱いています。これらの疑惑に対して小泉今日子さん側から明確な説明や反論が行われることはほとんどなく、それが噂の拡大を助長している面も否定できません。小泉今日子さんとヤクザとの関わりについての噂はあくまで憶測の域を出ないものの、完全に否定するには少し不透明な部分が残っているのも事実です。故藤原紀香、藤原紀香さんは関西出身の美貌と演技力で知られる日本の女優、モデル、そしてタレントです。1971年6月28日に生まれ、数々のドラマや映画での活躍があり、特に GTO やナオミでの演技が評価されました。また2007年には歌舞伎役者の片岡愛之助さんと結婚し、その華やかな私生活も多くのメディアに注目されることとなりました。しかし藤原紀香さんにはその華やかなキャリアの陰でヤクザとのつながりに関する噂もつきまとっていました。これらの噂の多くは所属する芸能事務所サムリの親会社であるバーニングプロダクションに関連しています。バーニングプロダクションは芸能界で強い影響力を持つ事務所であり、その社長である須保郁夫さんが暴力団山口組と深いつながりがあると言われています。このため藤原紀香さんも暴力団との関わりがあるのではないかという憶測が飛び交うようになりました。具体的には藤原紀香さんが山口組の5代目組長である渡辺義則氏と親密な関係にあったという噂が広まりました。この噂では藤原紀香さんが下積み時代に彼との関係を通じて芸能界での地位を確立したと言われています。また六本木で酔っ払いに絡まれた際、藤原紀香さんが連絡をしたことで数十名のヤクザがすぐに駆けつけ助けたという話もあります。これらのエピソードは芸能界での藤原紀香さんの保護が暴力団との関係に支えられているという疑念を強めました。さらにバーニングプロダクションと暴力団関係者が関わるパーティーで藤原紀香さんが全裸でプールに飛び込むという事件があったとされ、これを目撃したのは映画監督の北野武さんだという話もあります。このエピソードは事務所の指示で行動したという憶測を呼び、さらなる議論を巻き起こしました。また山口組組長との愛人関係がささやかれ、この関係がそのキャリアを後押ししたとする見方も存在します。しかしこれらの情報はあくまで噂であり、確証が得られているわけではありません。藤原紀香さんと暴力団とのつながりに関する話題は多くの噂が飛び交っていますが、これらの噂が真実かどうかは依然として不明です。6和田アキ子、和田アキ子さんは長年にわたって日本の音楽シーンを牽引してきた歌手であり、タレントとしても多くのメディアで活躍してきました。1950年4月10日大阪府大阪市で生まれ、本名は飯塚アキ子、旧姓和田。1968年に歌手デビューを果たし、その圧倒的な歌唱力とカリスマ性でゴッド姉ちゃんという愛称でも親しまれています。また数々のバラエティ番組やテレビ番組で司会やパネリストとしても活躍し、日本の芸能界における象徴的存在となっています。和田アキ子さんに関しては暴力団との関わりが噂されることがしばしばありました。昭和時代から芸能界と暴力団のつながりが指摘されていた背景もあり、その影響を受けたとも言われています。当時地方公演やイベントの運営において暴力団が裏で活動していたことが一般的であり、多くの芸能人がその影響を受ける形で何らかの関係を持つことが避けられなかったと言われています。和田アキ子さんもそのような環境の中で活動していたため、暴力団との関係について噂されることがありました。特に和田アキ子さんの親族に暴力団関係者がいるという噂が過去に取り沙汰されています。具体的な情報は公開されていませんが、芸能界における強い立場や発言力が一部では暴力団とのつながりを背景にしているという推測が広まる原因となった可能性があります。また山口組系暴力団との関係がささやかれており、他の芸能人を支えるケツ持ちとして
名前が挙がることもありました。2016年には和田アキ子さんが長年出演していた NHK 紅白歌合戦に落選したことが大きな話題となりました。この落選の理由について一部の報道では反社会的勢力との関わりが影響したのではないかという噂が流れました。これは芸能界全体が暴力団との関係を断つ動きを強化していることから和田アキ子さんがその影響を受けたのではないかとする見方が広まったためです。しかしこれらはあくまで推測や噂に過ぎず公式な証拠や証言はありません。和田アキ子さん自身はこれらの噂や報道については公に否定しており、直接的に暴力団と関わりを持っているという具体的な証拠は存在していません。国生さゆりさんは日本の芸能界で女優やタレントとして知られており、1980年代のおにゃんこクラブのメンバーとしても一世を風靡しました。1966年12月22日鹿児島県出身の国生さゆりさんはその明るいキャラクターと多彩な才能で多くのファンから愛されています。テレビドラマや映画への出演、さらにはバラエティ番組への出演を通じて長いキャリアを築いてきました。しかし国生さゆりさんはプライベートにおいても話題になることが多く、特に元夫との関係が注目を集めました。国生さゆりさんの元夫である幸田栄治氏は一部報道によるとかつて暴力団山口組のメンバーだったとされています。この事実が明るみに出たことで国生さゆりさんとヤクザとの関係についての噂が広まりました。2013年に2人は離婚しましたが、その際幸田氏の過去が離婚の原因の一つとして取り沙汰されました。この黒歴史が国生さゆりさんのイメージに影響を与え、芸能活動にも一定の影響を及ぼしたとの見方があります。メディアは元夫との関係が国生さゆりさんのキャリアにどのように影響を与えたのかについて多くの推測を報じてきました。一部の報道では幸田氏との関係が発覚した後、国生さゆりさんが一時的に大きな仕事を得にくくなったと言われています。特に暴力団排除条例が施行された後、社会全体が暴力団との関わりに対して厳しい目を向けるようになり、国生さゆりさんの仕事にも影響を与えた可能性があるとされています。また元夫の過去についての噂は国生さゆりさんがメディアやテレビ番組に出演する際にも影響を与えたと言われています。ただしこれらの情報は確定的なものではなく、多くは推測や噂に過ぎない点に注意が必要です。実際に国生さゆりさんがヤクザとの直接的な関与があったという確かな証拠は公開されておらず、主に元夫との関係を通じた間接的な関連が指摘されています。国生さゆりさん自身はこうした噂に対して特に大きく反応することなく、これまでのキャリアを続けてきました。その才能や実績は元夫の過去とは無関係に高く評価され続けています。しかし元夫との離婚やその背景に関する報道は時折メディアで取り上げられることがあり、その影響力は完全には無視できないものとなっています。吹雪純さんは日本を代表する実力派女優の一人であり、映画やテレビドラマ、舞台など幅広い分野で活躍しています。1952年に富山県で生まれ、1970年代に歌手としてデビューし、その後女優としても数々の作品で評価を受けました。吹雪純さんは温かみのある演技と落ち着いた声で多くの視聴者から愛されています。しかしそのキャリアの初期には暴力団との関係が取り沙汰されたこともありました。吹雪純さんの芸能活動において特に注目されるのが1970年代に起きた事務所トラブルです。デビューして間もなく所属していた事務所からの移籍を希望したところ、複数の事務所による争奪戦が勃発しました。この過程で暴力団との関係が絡む事件も発生し、危険が及びました。ある日の仕事帰りに吹雪純さんは突然車に乗せられ、ホテルに監禁されるという事件が起きたと伝えられています。この事件には暴力団が関与しており、特定の事務所に移籍させるための強制的な手段だったとされています。さらに、吹雪純さんが出演していたドラマ、寺内貫太郎一家2の撮影中にも、
暴力団風の男がスタジオに現れ、ふぶき純さんに番組を降板するよう脅迫する事件がありました。この際、共演者であるキキキリンさんが体を張って守り、結果として暴力団風の男を退けたというエピソードも有名です。この出来事は、当時の芸能界と暴力団との関係がいかに密接であったかを示す一例として知られています。ふぶき純さんは、こうした困難な状況を乗り越え、長い芸能活動を続けてきました。旧美空ひばり。美空ひばりさんは、日本を代表する歌手であり、戦後の歌謡界を牽引した存在として広く知られています。1937年5月29日、神奈川県横浜市で生まれ、幼少期からその卓越した歌唱力で多くの人々を魅了しました。10歳でデビューし、その後のキャリアは常に輝かしいもので、数々の名曲を生み出しました。しかし、その成功の陰には、当時の芸能界において避けられなかったヤクザとの関わりがあったことも広く知られています。美空ひばりさんとヤクザ組織との関係が深まったのは、特に山口組との関わりによるものです。11歳の頃、神戸松竹劇場での公演を通じて、三代目山口組組長であった田岡和夫さんと出会いました。この出会いは、その人生において重要な転機となり、以降、田岡和夫さんは美空ひばりさんを実の娘のように扱う存在となりました。田岡和夫さんは、美空ひばりさんの才能に感銘を受け、お嬢と呼び、生涯にわたりその活動を支援することを誓ったとされています。美空ひばりさんのキャリアにおいて、山口組の存在は無視できませんでした。特に戦後の混乱期において、地方公演や巡業を円滑に行うためには、ヤクザ組織との関係が必要不可欠でした。山口組は全国的なツアーや興行を支援し、さらには所属する神戸芸能社を通じて、興行面でも大きな力を発揮していました。当時の芸能界では、こうした暴力団との関わりが公然の秘密であり、他の芸能人も同様にヤクザ組織とのつながりを持っていたことが少なくありませんでした。しかし、こうした関係は、時として批判の的にもなりました。特に昭和30年代後半から40年代にかけて、ヤクザとのつながりが社会的に問題視されるようになり、美空ひばりさんもメディアや世間から厳しい批判を受けることがありました。自身はヤクザとの関係について公に言及することはほとんどありませんでしたが、その影響はキャリアにおいて無視できないものでした。日本歌謡界の女王と称されるほどの成功を収める一方で、その背景にはヤクザ組織の後押しがあったことは事実です。美空ひばりさんと田岡和夫さんの関係はその後も長く続き、田岡和夫さんが亡くなるまで二人の間には深い絆が保たれていました。この関係は芸能界とヤクザの関わりを象徴するものであり、当時の芸能界の一側面を如実に示しています。また美空ひばりさんの成功はその才能だけでなく、こうした複雑な社会的な背景と切り離せないものであったと言えるでしょう。山口組三代目組長葬儀参列。小林幸子さんは日本を代表する演歌歌手であり、長いキャリアの中で数々の名曲を生み出してきました。1953年12月5日に新潟県新潟市で生まれ、幼少期から歌に興味を持ち、9歳でデビューを果たしました。特に思い出主やもしかしてパート2などのヒット曲で知られ、演歌界のトップ歌手としての地位を確立しました。ステージ衣装も豪華で、紅白歌合戦ではその華麗な演出が毎年話題となっています。小林幸子さんが山口組三代目組長田岡和夫さんの葬儀に参列した1981年当時、芸能界と暴力団の関係は今ほど厳しく取り締まられていませんでした。田岡和夫さんは、単なる暴力団の組長というだけでなく、芸能界においても興行の取り仕切りを行う神戸芸能社の社長を務め、芸能活動を支える重要な存在でした。そのため、当時の多くの著名な芸能人が田岡さんと何らかの形で関わりを持っていたことが知られています。小林幸子さんが参列した理由としては、業界の慣習や田岡和夫さんとの親交が深かったことが考えられます。また、当時の芸能活動において、
暴力団関係者との関わりを避けることは難しかった時代背景も影響しているでしょう。11宮古晴美。宮古晴美さんは日本を代表する演歌歌手であり、その存在感は長年にわたり多くの人々を魅了してきました。1948年2月22日に京都府で生まれ、1960年代から1970年代にかけて一世を風靡した名曲「好きになった人」や「北の宿から」で特に知られています。独特の歌唱スタイルと温かみのある声で日本の音楽シーンにおいて重要な地位を確立しました。しかし宮古晴美さんには暴力団との関係が過去に指摘されたこともあります。特に山口組3代目の小田岡和夫組長との記念写真が雑誌に掲載されたことがあり、この写真は芸能界と暴力団との関係を示唆する一例とされています。宮古晴美さん以外にも当時の芸能人の中には暴力団関係者との交際が噂されたものもおり、興行の世界が暴力団に依存していたという歴史が背景にあるため、このような出来事が発生していたと考えられます。1981年には宮古晴美さんが田岡和夫組長の葬儀に参列したことも報じられ、当時の芸能界と暴力団の関係がいかに密接であったかが浮き彫りになりました。12松山恵子。松山恵子さんは昭和を代表する歌手であり、おさらば東京や女船頭歌といった名曲で広く知られています。1932年広島県で生まれ、幼少期から歌の才能を発揮していました。1955年に恋のインターチェンジで歌手デビューを果たし、その後おさらば東京が大ヒットとなり、一躍人気歌手の仲間入りを果たしました。昭和歌謡界において独自の力強い歌声と哀愁を帯びたメロディで多くのファンを魅了しました。松山恵子さんの芸能活動は1950年代から1970年代にかけて絶頂期を迎えましたが、その時代は芸能界と暴力団との関わりが公然の秘密であった時代でもあります。1981年に行われた山口組3代目組長田岡和夫氏の葬儀において、松山恵子さんが聖歌を送っていたことが確認されています。この葬儀には多くの著名な芸能人が参列し、聖歌や弔辞を捧げたことから、芸能界と暴力団の結びつきが依然として存在していたことがわかります。ただし松山恵子さんが個人的に暴力団との深い関係を持っていたという確証はありません。13ジュディゴング。ジュディゴングさんは台湾出身の歌手、女優として1960年代から日本の芸能界で幅広く活躍しています。1949年に台湾で生まれ、幼少期に日本に移住し、日本語や文化を習得しました。1961年映画「紅孔雀」でデビューを果たし、その後歌手としても「魅せられて」が大ヒットし、日本レコード大賞を受賞しました。多くの映画やテレビドラマにも出演し、日本国内外での知名度を高め、アジア全体での人気を博しました。しかしジュディ・ゴングさんの名がヤクザとの関係について噂されることがありました。特に1981年に行われた山口組3代目組長田岡和夫氏の葬儀に参列したという事実がその一因です。この葬儀にはジュディ・ゴングさん以外にも多くの著名芸能人が聖歌を送っていました。芸能界とヤクザのつながりは当時公然としたものだったことから、ジュディ・ゴングさんの参列も特段珍しいことではなく、この時期の芸能界全体の風潮を反映したものといえます。14川中美幸。川中美幸さんは日本の演歌歌手として長年にわたり活躍している人物であり、特にその強い歌声と人情味あふれる楽曲で多くのファンを魅了してきました。1955年12月5日に大阪府で生まれ、幼少期から歌に対する興味を持ち続け、演歌歌手を目指して活動を開始しました。1973年にデビューを果たし、以降多くのヒット曲を世に送り出しており、二輪草や二人酒などが代表作として知られています。川中美幸さんは演歌界において長年トップに君臨し、幅広い世代から支持を集めています。しかし川中美幸さんが暴力団と関わりがあったという噂も一部で囁かれています。
具体的には1981年に山口組三代目組長である田岡一雄氏の葬儀に多くの著名な芸能人が参列または聖火を送ったとされ、その中に川中美幸さんの名前も含まれていたと報じられています。これは当時の芸能界と暴力団の関係が非常に密接であった時代背景を反映しており、1980年代初頭までは暴力団とのつながりを持たずに芸能活動を行うことが難しい時代であったことがわかります。15高田美和さんは日本の映画女優として名高い人物であり、数々の映画やテレビ番組で活躍してきました。1947年1月5日、京都府で生まれ、幼少期から芸能活動に親しみ、1950年代後半から映画デビューを果たしました。代表作には、大江戸の侠客や、座頭市物語などがあり、特に時代劇やアクション映画での活躍が際立っています。繊細で華やかな演技が多くのファンを魅了し、長年にわたり日本の映画界で確固たる地位を築いてきました。高田美和さんのキャリアの一部には、暴力団との関わりが示唆される出来事もあります。特に注目されるのが、1981年に行われた山口組三代目組長、田岡一雄氏の葬儀への参列です。この葬儀には、芸能界から多くの著名人が聖火を送り、その中に高田美和さんの名前も含まれていました。しかし、高田美和さんがその後も暴力団との深い関係を持ち続けたという具体的な証拠はなく、参列や聖火の贈呈が業界の慣例に従ったものだった可能性が高いと考えられます。16石野真子。石野真子さんは、1970年代後半から1980年代にかけて一世を風靡したアイドルであり、その明るい笑顔と歌声で多くのファンを魅了してきました。1959年1月31日に兵庫県で生まれ、幼少期から歌手を志していた石野真子さんは、1977年に「狼なんか怖くない」で華々しいデビューを飾りました。その後も「失恋記念日」や「春ららら」など多くのヒット曲を生み出し、アイドルとしての地位を確立しました。女優としても活動し、テレビドラマや映画でも数々の作品に出演しています。しかし、石野真子さんもまた、時代背景から避けられなかった芸能界と暴力団の複雑な関係に巻き込まれた一人として名を挙げられることがあります。特に、1981年に行われた山口組三代目組長、田岡一雄氏の葬儀に、聖火を送ったことで知られています。この葬儀には、石野真子さんの他にも多くの著名な芸能人が名を連ねており、西城秀樹さんや郷ひろみさんなども聖火を贈呈したと言われています。いかがでしたか？今回は、ヤクザとのつながりがあると噂される女性芸能人についてご紹介しました。芸能界の裏側には、様々なスキャンダルや疑惑がつきものですが、こういった話題が尽きることはありませんね。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。気になる点やご意見があれば、ぜひコメントを残してください。チャンネル登録や高評価もいただけると嬉しいです。それでは、また次回お会いしましょう。